佐久間由衣は日本の女優。愛称は、佐久ちゃん。神奈川県横須賀市出身。プラチナムプロダクション所属。スカウトされ芸能界入り。2013年、ファッション雑誌、ビビーの専属モデルオーディションに、マネージャーの勧めで応募。同年9月28日、ガールズアワード 13A、W 内で行われた公開オーディションで、 グランプリに選ばれ、同年10月23日発売の同志12月号で紹介された。本人曰く、ビビーモデルになれなかったら、海外に移住しようかと思ったとある。モデル業の傍ら2014年には、映画、人道ゲームビーストサイドに出演、自身初の女優活動となった。2015年には、フジテレビ系ドドラ、トランジットガールズでドラマ初主演を飾っている。 2017年3月、女優活動に専念するため、ビビーの専属モデルを卒業。2017年前期 NHK 連続テレビ小説、ひよっこに、有村霞演じるヒロインの幼馴染役で出演。女性1293人が参加したオーディションで決定した。ドラマ、明日の約束での演技で、10月期コンフィデンスアワード、ドラマ賞の新人賞を受賞する。 2019年、隠れウィッチやってました。で、映画初主演を務め、第32回東京国際映画祭で、東京ジェムストーン賞を受賞する。また、ファッションメディアエルが主催する、エルシネマアワード2019では、今後の活躍が期待される、エルガールライジングスター賞を受賞した。ふとじは、主要人物を示す。ありがとうございます。